じゃあいいです。はい。ボンノと申します。まずですね、今日これやるのはなんか合計2時間ぐらいでお昼を挟んでやるんで、お昼の時間がいつをやるかというのは結構微妙らしいんで、ちょっと早めに午前中終わって午後固めてやろうと思うんで、ご協力くださいというか、まあ、僕が一番責任あるんですけど、やります。で、まあ、2つ目の講習はゲノムデータベースとそれを活用した配列解析入門ということで、まあ、割とこれは何ていうのかな、配列の解析のやつで一番多分この分野では基本のテーマなんですけれども、まあ、基本だけにいろいろなところで、その学びのリソースも多いものになってます。ですので、まあ、あまりここで、まあ、知るきっかけ、知らなかった人は知るきっかけで、知ってる人はそういうのもあるのかと思っていただければと思います。で、まあ、こんな長い所属の、はい、DBCLS ってところのボーノです。で、まあ、一応なんか皆さん自己紹介しているようなので自己紹介しておくとですね、あまり自己紹介用意しなかったんであれなんですけど、まあ、ライフサイエンス統合データベースセンターってところで、研究員してて、まあ、一応特任准教授ってことになってますけど、年契約 の人間なんで普通に研究員と一緒です。で、これを主催している NBDC と、まあ、共同研究という形でこれやらせていただいてて、普段はさっきも箕輪さんの話で出てきた国立遺伝学研究所の、に居候してます。いや本当に居候してます。うちのセンターはこういう感じで立派な建屋がないもんで、常にどっか借りてるんですけど、それで、まあ、僕らは遺伝研に行けということで、そこにいて、隣にそのさっきも話に出てきました、DNA データバンクオブジャパン DDBJ ですね、があって、そこと一緒に、やってます。でこの DDBJ のロゴちょっと古くて、30周年って書いてますけど、これ去年が30周年で今年31年目なんで、よろしかったら覚えておいてください。まあ、私自身は、まあ名前知ってたり顔見たりとか顔の写真見たりとかいう機会が多い人がいるかもしれないですけど、僕は皆さんのこと知らないことが多い、もしくは忘れてることが多いので、 ご無礼さっきもしちゃったんですけど、すいません、申し訳ございません。ですが、まあ、やってきたのはこういうバイオインフォマティックスとかゲノム科学関係をやってて、特にまあ遺伝子発現関係の解析をしてます。で、まあ、今自身は割 と、まあそういう DBCLS というところでこういう公共データベースを使うってことをやってるので、公共データベースを使い倒すってよく言ってますけど、この言葉が悪いってよく言われるんですけど、まあ、僕は好きなんで言ってますけど、そういう使い倒した生命科学データ解析全般ってことをやってます。で、最近ですと、そのさっきも箕輪さんの話の中でも出てきた次世代シーケンサーから出てきたデータってでかいっていう話があったと思いますけど、そのデータを、まあ、使うための、やり方なんかを、本に書いたりとかしてて、それなんかでこう見たことがあるんじゃないかなと思います。この写真にあるような感じですね、はい。それがまあ自己紹介で、三島から来たんで、富士山の写真出しておきますと、一昨日の写真こんな感じで、夏で雪がなくなってきました。講義とは全く関係ありません。はい、じゃあ、本題に入るとですね、まあ、今日のこれの概要ですけど、まあ、一番基本のゲノムブラウザーってもうみんなで使ってみようということです。で、まあ、それを使って配列を検索するとか、そういう配列検索するとか、そういう配列解析をちょっと基本の部分をやって、やれるところまでやってみようというのが今日の目的です。で、まあ、概要を言うとですね、まあ、もう紙で配られているからこれ見る必要もないと思うんですけど、その今紙に書いているところが、まあ、基本になってて、そのウェブサイトは先ほど箕輪さんが、紹介してくれたようにですね、やってみるとですね、ですね、この、NBDC アジャックスつくば4でこう検索して出てきたこのページの一番上のページの、講習資料はここってこうですね、まあ、みんなでこれ やってもいいんですけど、紙に書いてあるやつを出すということです。ただ紙に書いてあるとクリックとかできないので、このページを出しておいて、この一番
02煩悩というところをクリックしていただいたときに出てくるこのページですね。このページをが基本になるので、このページはまあブックマークするなり、この URL を覚えておくなりして、ちょっ と覚えておいてください。またこれクリックしてなんかこのページから離れてしまうこともあると思うので、そんなに新しいウィンドウが開いてとか新しいタブが開いてみたいなリンクの貼り方してませんので、このページを大事にしておいてください。それはこれは紙に印刷してあるものと全く一緒のものです。はい、でそれをここで見せながらちょっとやるのを見せるつもりですので、このページを大事にしてください。でやることなんですけど、基本的には皆さんでやるのはこの実習って書いてあるやつの4つです。実習で、実習にはですね、それぞれ応用って書いたのがついてて、で応用はここで目の前で、ほぼやりません。早くできてしまった人が多分多数皆さん出てくると思うので、そういう方はやらないでぼーっとしてるのも暇だと思いますね。この応用っていうのを読んでやってみてください。でこの今日の全ての実習に関してはですね、後で説明します。統合テレビが全部ついてますので、そっちを見ていただくのが多分一番いいと思うんですけど、そんなの、動画で見るのはかったるいっていう方はこういう本にもいくつか、この実はこのドクター・ボーノの生命科学解析って自分で言うのもちょっと恥ずかしいんですけど、このデータ解析の本は実はこういうの講習会をもう10年ぐらいやってるんですけど、それの経験をもとに本にしないかってことで、割とそれをブログに書き溜めてたんですけど、それを本にしました。ですので元々のブログを探しに行けば別に本買わなくても読めますんで、それでいい人はそっちを見ていただいて、本買ってくれる人は買ってください。必要でしたらサインもします。はいはい、そういうことです。なのでこれで終わりです。でも講習に関しては先ほど箕輪さんも言ってくれた通り、みんなでアクセスすると、多分落ちます。で、特にですね、みんながあんまり使わなさそうなサービスだと、みんなでせーのでってやると絶対落とせます。それはテロです。やってはいけません。ですので、できる限り、できそうな人は早くもやっちゃってください。で、できないというか、僕がやってるのと同時にやるっていうのは、できれば避けてください。一緒にやらないと気が済まないっていう人だけ、そうしてください。でも、できれば、一緒に進めましょうって書いてるから、よくないんかもしれないですけど、ずらしてください。で、反応がないからって、またクリックしてると、さらにこれ、よくないので、おおらかな気持ちで臨んでください。はい。分からなかったら手を挙げてください。止めて皆さんに聞いてですね、遠慮しないでくださいという、これはそういうための講習会なんで、そういうことを皆さん念頭に置いて進めていただければと思います。で、なんか手を挙げるのも恥ずかしい、なんかでもツイッターはすごい役やってますという人は、このアジャックスっていうこのハッシュタグ、これですね、このアジャックスっていうのをハッシュタグにしてつぶやいてください。そしたら、フォローしてくれる人がいるかもしれません。僕普段は見てるんですけど、今これやってるんでちょっとフォローできないんですけど、終わった後で見て後で返事するとかそういうことはできるかもしれません。はい、でですね、さっきも言ったんですけど、この今からやる講習に関しては全てですが、統合テレビにチュートリアル動画があります。ですのでできなかったも後でそれを見ていただいて一緒にやれば多分できるはずです。ですのでこの統合テレビっていうのを覚えておいてほしいんですけど、さっき箕輪さんもだいぶ言ってくれたので、言いませんけど、これはですね、有用な生命科学分野の有用なツールとか使い方を動画で紹介するウェブサイトでして、1500件弱ぐらい今登録されてます。でもこれもすでに、ちょっとだいぶ古くなっちゃってて、古くっていうか数日前に撮ったのにもう件数変わってるんですけど、なってます。で、今日の講習全ての課題に対してるチュートリア動画あるし、ここでこういうふうに講習で使うの時にもすごい便利なんですけれども、実はそれ以外にも便利な側面があって、復習するっていうのももちろんそれで使えますし、例えばその後輩に指導したいとか同じものを教えたいとかいう時にも教材としてできて便利だと。で、で講習今日は多分ここはネットワーク強いからそういうことないと思うんですけど、みんなでやるとつながらなくなったりしてる時があるんですけど、そういう時はこの YouTube の動画を見てこういうふうにやるんだなっていうことを分かると、
つながなくなった時に、いいということですね。でまあ今回の動画はわずかというかこれで講習でやるのはわずかの分野のことしかやらないんですけど、まあ、関連した動画はですねこの統合テレビのゲノム拡散配列構造解析というところに、たくさん収まってますのでこれですね、まあいろんな動画がこんなふうにざーっとありますんで、まあ、ここで興味がありそうなものをまあ見るといいなというのとあとまあ作成日っていうのが書いてあってこれも実は統合テレビももう実は作り出したのは11年前の今月7月だったんで、相当古いものもあってできる限り新しいものを、見てほしいというふうに思います。そうじゃないとウェブサイトが変わってたり挙動が違うってことは結構ものすごくあるので、場合によってはつながらないとかもありますんで、でもつながらない統合テレビとか見つけたらぜひ教えていただければアップデート版を作りたいと思ってますんで教えてください。それはですねここの番組リクエストってところがあってここをクリックすると、番組リクエストっていうのがあるんでここで、なんかこのやつは遅くできなかったよみたいな動画とかやっていただいてレポートしていただけるとまあできます。まあ名前匿名でもこれ実はリクエストできますんで、まあ、できれば書いてほしいんですけどやってください。はい、よろしくお願いします。これ皆さんの協力でできているこの統合テレビだし統合 DB だ統合データベースプロジェクトだと思いますのでぜひそれは、皆さん一緒にやりましょうということですね。はい、これそれはこの辺で今言ったことですね。でこれ作ってくれる方とかも募集しているので大学生とか大学院生の方でぜひアルバイトで、こういうのやってみたいって方はやってください。でも最近はなんかこの大人のこうサークル的にですねこれをこう作ろうという普段こう働いてる方で、こういうふうに社会奉仕的にこういうのやってみようっていう方も出てきてるのでぜひそういう方もやっていただけるとやり方とかは実は作り方は全部統合テレビの中にあるんですけど統合テレビの作り方は統合テレビにあるんですけれどもそういうのでやっていただけるとありがたいと思ってます。はい、やっと本題に行こうと思うんですけれどもそれで、まあ、ここまでで何か質問ありますか。統合テレビの使い方とか話したんですけど、まあ、統合テレビもうちょっと話した方がいいですかね。話しておくとですねじゃあこれじゃないな。統合テレビ実はもうさっき箕輪さんの中でデータベースアーカイブもランキングがあるって言ってたんですけどどういうのがよく見られてるかってみんな興味があると思うんですけど再生ランキングってあるんでこれやってみると、まあ、過去1年間でよく見られたのは何かって1番何だったかっていうと Gmail の使い方なんですよね。なかなか、面白いですよね。で2番は何だったかってパワーポイントの画像の描画の仕方とかなんですよね。はい、で3番目ぐらいがだんだん普通になってくるんですね。 Python 入門とかね、はい、っていう感じでまあなかなか、はい、皆さん、まあ、Python だったりこれ EGR っつって、まあ、医学関係の統計のものを、まあ、R ってパッケージ使って皆さん計算するんですけど R が使いにくいとか R はちょっとコマンドラインで苦手だっていう方向けに、これをグラフィカルユーザーインターフェースをかましたのラッパーなんですけどそれの EGR っていうのが、まあだったりあとメガってこれあれ今日ちらっとだけ出てくるんですけど最後の分子系統樹を書くソフトですね。あとは、まあ、R スタジオって R を使うためのやっぱりこれも環境ですね。あとイメージ J とか PCR のプライマー設計そういうのが、まあ、上位に来てますんで、まあ、そういうのも参考にしてください。すいませんちょっと脱線でした。これ言おうと思ってたの忘れてました。はい、で統合テレビは良くてですねで、まあ、ゲノムブラウザの話をしていこうと思うんですが、まあ、これが話終わったぐらいでちょうど昼食になるかなという気がしてます。はい、でゲノムデータベースとかなんかそんな話なんですけど、まあ、最近あんまりゲノムデータベースって言い方をもうしなくなってて、なんでかというとゲノムがバカすか読めちゃうからわざわざゲノムデータベースという言葉を言わなくなったんですけど、まあ、昔は割とこの言葉を使ってたんですけど、まあ、基本的にはゲノム配列をはじめとしたこういう遺伝情報を生物種ごとにまとめてあるデータベースというふうに解釈していただければいいと思います。昔はそのゲノム配列決まってませんのでとにかくその読んだ配列だけを一個ずつ一個ずつ登録すると、まあ、今ももちろんそういうふうにしてるんですけれども、それをたくさんやるとですねそれだけじゃすごくこう同じ配列が何回も登録されたりとか不便なので、その生物が持っている遺伝情報全体であるゲノム配列を、がまとまってますんでそこからどん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 、
拡大拡大ドリルダウンって英語で言いますけど、ドリルダウンしていって、特定の領域を見に行くと、そういうふうな使い方をすると、そういうまあふうにデータベースになってるんですけど、まあただ単にそのデータベースがあるよっていうだけじゃなかなか使いにくいので、それを見るための手段としてゲノムブラウザーというものがあります。でまあデータベース、ゲノムデータベースいろいろあるよってここにいろいろ書いてあるんですけど、まあこれもまあ見てもまあ個別に見ていただければいいんですけど、まあ、せっかくちょっと時間ありますから、言っておくと、まあ、NCBI で多分データまとめられているのが一番便利なんで、 NCBI というのは先ほども、まあ箕輪さんの話でもできたナショナルセンターをバイオテクノロジーインフォメーションという、まあ、アメリカの、ワシントン DC 郊外にある、NIH の株の組織でこういうデータの、整理をやっているところです。で NCBI の、中のそのゲノムっていうセクションがあるんですけど、これはまあ多分 NCBI アクセスしたことある、みんなももちろん今やっていただいていいんですけど、よかったら、はい、一緒にやってみてください。この NCBI の中の、この中にいろいろあるんですけど、この中に、ゲノムっていうのが多分あるんです。これですね、ゲノムで、多分これクリックするとうまくいかないと、いかなくてこっちかな、ポピュラーリソースのこっちのゲノムですね、こっちの方やると今言ってるのが出てきて、このゲノム関係のまとめられた一番トップページなんですけど、一番トップページはすごくそっけないんで、このブラウズバイオーガニズムですね、ちょっとこれも見づらいかもしれないですけど、さっきの資料のここをクリックすると多分それに行きます。なのでやってみます。でもこっちでやろうか、せっかく拡大したし、はい、アップデイティドって書いてあるんです。でこれをやるとそのゲノム生物種ごとのゲノム配列のデータが出てくると思うんですけど、みんなでアクセスしたからちょっと遅いかもしれません。あれ、まあ、こういう時はもう一回クリックしないんですね。一応言ってるんで、みんなで言ったから多分これちょっと今止まってるんです。まあもうちょっとしたら、まあ、待っときましょう。まあいいです、はい、別の説明やっておきます。で、NCBI ではこうそういうふうにまとめられてますし、ただなんか俺は植物だっていう方はこのプラント GDB っていう感じで、植物向けのゲノムデータベースをまとめているものがあります。これはまあ海外でやってるんですけど、一応日本でもこの統合ここの NBDC でやっている中に植物に特化したチームっていうか、まあ課題がやっているところがありまして、そこをやってるのはこのプラントゲノムデータベースジャパン PDBJ ってなんかちょっと名前がいろいろといろんなものと似てるんですけど、そういうところで一応まとめられてデータが検索できるサイトも用意されてますので、こっちも使ってみてください。はい、出たかな、はい、おおらかに待ってると出ました。でこういうふうに出てきて、まあ、いろんな生物種ごとのデータがまとまってて、その生物種名で、まあ、どういうグループか、あとそのゲノムのサイズで染色体の情報みたいにこうザーッと出てくるんですけど、まあこの辺で今見たところ全体で、何件だ、3万7千件ぐらい、登録されてると。でまあこれには全てゲノムがちゃんと決まったものから、ドラフトゲノムであるものから、多分パーシャルのものとかいろいろ入ってると思うんですけど、とにかくその利用可能な情報はここにまとめられてあると。だから一番最初になんかゲノム決まってるかなって見るときは、ここを見るのが多分、一番、確か、今は確かなんじゃないかなと思います。もちろん人以外のターゲットで研究されている人も今回は割といるんじゃないかなと思うんで、こういうのを使ってくださいというふうに思います。でなんかここがあるのになんでまたプラントのやつとかあるんだとか、皆さんそういう質問を、されるんですけど、それはそれぞれこういうのをまとめたいところがあってですね、そこがまあまとめるんやというふうにやってて、それの中で一番大きいところが有名になってくる、まあスーパーマーケットを持ってください。なんでイオンがあるのにヨーカドあるんですかみたいな感じです。いろんなところがありますので、そこは、自分が一番、まあ、デザインが好きだとかいいというふうになところを選んでいただければというふうに思います。はい、でゲノムブラウザーなんですけど、それをまあ見るための仕組みっていうのがゲノムブラウザーになっていきます。まあ、そこは さっきのやつはこうクリックしていけば、ただ単にそのデータが多分得られて、で最終的にはこのゲノムブラウザーにリンクしているものも多いと思います。ですがNCBI の方のちょっとデータのは、まあ、データを提供するだけで、そのデータゲノムをブラウズするという機能においてはなかなか、
あまり、一応ここにあるんですけど NCBA ゲノムデータビューアーっていうのがもうあるんですけれども、あまり使われてなくて事実、こっちの UCSC のゲノムブラウザーかアンサンブルゲノムブラウザーみたいなのがよく使われています。で特に、まあアメリカで作られている、まあ、これ UCSC っていうのはこれユニバーシティカリフォルニアサンタクルーズの略なんですけど、それの、まあものが割と医学関係だと使われていることが多いかなというふうに思います。で実は我々のプロジェクトでも統合ゲノムというのでゲノムブラウザーは割と開発しています。はい、でもこっちを使った講習します、すいません。で、まあ、そういうゲノムブラウザーなんですけれども、まあ、こうやって今ウェブブラウザーでこう使ってるからもうこれしかないんですけど、まあ、こういうオンライン型ですねのものになるんですけれども、まあ、これはまあサーバーにあるゲノムデータベースからこう取ってきて、その見るための仕組みをこっちでウェブブラウザー上で用意して、ウェブブラウザー上で用意してこう見えるようにしてくれてるんですけど、実際には自分の手元にたくさんデータがあって、それはなんかインターネット上に上げたくないよというか、まあ上げると大変なデータ量あるよっていう場合は、このローカル型っていうまあ手元のにあるデータを可視化するためのゲノムブラウザーっていうのもあって、まあ、それで一番よく使われているのはこの IGV と呼ばれるインテグレーティブゲノミックスビューワーっていうものが、まあ、使われると思います。これに関してはウェブブラウザーも使わないっていうのと、あとこれ Java がいると思うんですが、であんまり今回は、実習はしませんが、そういうのを使いたい人はこっちを使ってみてください。これも統合テレビもちろんありますので、統合テレビの通りにやるとできると思います。で今日の実習はこのUCSC ゲノムブラウザーですね。なのでこれをまあ皆さんと一緒にやっていきたいと思います。まずはこのですね、UCSC のゲノムブラウザーっていうのをググりましょうと、最近のウェブブラウザーは賢くて、ここのタイトル画面で、やれば、検索できたり、ここのなんか右の、ところでやると、ただ単に今開いているページの検索じゃなくてインターネット Google 検索ができたりするので、まあ、それを使うことが多いんですけど、 Google 検索だっていうのを分かるためにちょっとちゃんと Google にしておきましょうかね。ここで今日何の日だってこういうふうにちょっと散ってしまうので、あんまりこれ良くないんですけど、 UCSC ゲノムブラウザー、まあ、僕何回もやってるから出てくるんですけど、サジェスションでブラウザーってやると一番上に出てきますんで、これをクリックしてください。なんか僕違うブラウザ使っててなんか気になるって人がいるかもしれませんけど、皆さん好きなブラウザで使っていただいて結構ですんで、ただその、あまり古いブラウザ使うと、ゲノムブラウザ側とかが表示対応してなかったりするので気をつけてください。じゃ古いブラウザって何かっていうと、まあ、大体対応してそうなのはこう Google Chrome と、Firefox と Mac だと Safari とぐらいかなと思います。でインターネット、エクスプローラーとかはちょっと多分うまく表示できないブラウザーの代表格なんで、ちょっとそれ使ってて何かっていうのはやめてほしいので、それ以外にしてください。エッジっていうのもあるんですけど、それもちょっとなんかまあどうしてもエッジっていう人はまあエッジ使ってください。はい、ブラウザーは趣味の問題なんで別に何使ってもいいです。僕のやつはこれビバルディっていうのを使ってますけど、だいたいクローム互換で普通に動くので、使ってます。はい、あんまり気にしないでください。出ればいいです。はい、このページですね。じゃあどうするかというと、なんか画像のページに行っちゃいましたね。クリックすると多分画像のページに行っちゃうんですけど、まあ、ほっといてください。で、UCSC ゲノムブラウザーをでウェブページに行くと、こんな感じの画面が出てきて、まあ、いろんなツールがここで使えるツールがあるんですけど、今はゲノムブラウザー使いたいんでゲノムブラウザーっていうのをクリックしてほしいんですけど、こっちでもこっちでもいいんですけど、多分こっちの方がいいと思います。こっちをクリックしてみてください。あれ、これじゃない、これ統合テレビです。これも違う、あれどっか行っちゃったの、これか、はい、ここですね。よし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 、これをクリックしてみましょう。そうするとですね、こんな方に出てきます。あなたはアクセスしてるのはアジアからじゃないかと、アジアのミラーを使いやがれというふうに言ってます。なので使いましょう。 Take me to ゲノムアジア、こっちをクリックしてください。
ここまで出ましたかね。で、でこれゲノムアジアって言ったんですけど、これ実はどこにアクセスしてるかというと、これ、横浜の理化学研究所にアクセスしてます。でゲノム横浜の理化学研究所でこのゲノムデータをたくさん使うチームがあるんですけど、そこが、ゲノムのブラウザー、この UCSC ゲノムブラウザーのアジア版を、ミラーしてますので、これを使ってやっていきましょう。はい、大丈夫ですか皆さん。全然リアクションないけど大丈夫ですか。ないならいいんですけど、ないならどんどん進めますよ。で、じゃあこの次ですが、何やるかというと、聞いてくる、3番、はい、終わりました。で、4番、はい、で、じゃあ人をやりましょうと。あ、もちろん人以外でもいいんですけど、僕らの例では人をやります。人と、あとアセンブリーを選びましょうと。で、アセンブリー何かっていうのを今から説明します。で、人を選ぶ、まず人を選びましょう、人。人を選ぶと、ここでアセンブリーで聞いてくるんですけど、これなんかいろいろ、下は、2003年の NCBA34 からずっとなんかいろいろあるんですけど、これ実は人のゲノムのバージョンです。人のゲノムは2003年ぐらいに最初に完全解読っつってされてたアナウンスがあったんですけど、それ以降もどんどん改定されてバージョン上がっていってるんですね。で、もちろん最新は今これ、その2013年のなんかこれ何ていうのかってよく言われますけど、 GRC の H38 っていうこのバージョンですね。 H38 ってバージョンが一番、最新なんですが、今回は説明のためにこれ、H37 の方を使います。なんでかっていうと、統合テレビが37で説明してるからです。で、なんでこれが最新じゃないものを使わない、最新のを使えばいいのにって皆さんからよく質問を受けるんですけど、これ実はゲノムのバージョンがよく使われてからじゃないと、このゲノムに対するこういろんな情報ですね、アノテーションっていうんですけど、ゲノムアノテーションがリッチにならない。だから今でこそだいぶこっちはゲノムアノテーションがそのバージョンでリッチになってきたんですけど、まだこの古い方ですね、H37 の方でゲノムアノテーションがたくさん情報があるので、こっちを使ったやつものをやった方が、皆さん、なかなか情報がたくさん得られるという、なんかちょっと不思議な状態になってます。ですので、ゲノムのこのアセンブリのバージョンは最新が基本ですけど、最新だと情報がないことが多いので、1個前も使ってみた方がいいよっていうのをこう言いたいがために、これちょっとフリーフを使ってます。はい、こうします。はい、じゃあ、開きます。検索語ってこれちょっと僕間違ってますけど、言葉ですね、これ検索語を入力するというふうになってます。で統合テレビの例の方ではこの FAM32 の A っていうのが言ってるんですけど、皆さん自分で何か見たい遺伝子、自分の興味のある萌え遺伝子があったらですね、それを入れてみてください。私の場合はちょっと低酸素の研究してるんで、HIF1α を HIF1A を出してやろうかと思います。なのでわざと違うのをちょっとやってみせますが、特にない人は FAM32 の A ってやってみてください。HIF1A。これ有名な遺伝子だとこういうふうに、有名な遺伝子っていうか有名じゃなくてもなんですけど、全て知られている遺伝子に関しては、こういうふうにインクリメンタルサーチで、お前が言ってるのを遺伝子名で入れたらこれかって聞いてくるんですね。こんなふうに今のやつも。3つ候補が出てきましたけど、僕が言ってるのは多分一番前のやつなんですけど、これだなっていうのは出てくると思います。ここで入力した文字だけで GO ってやってもいいんですけど、できればここで候補で上がってきたものをこう選択してクリックして確定すると、下にこのその遺伝子の場所っていうのがこう出てきます。これの場合 HIF1α の場合は染色体14番のこのこういう領域だっていうふうに、データベースがもうすでにあらかじめ知ってるので、検索する前から検索されてしまうとよく分かんない状況なんですけど、こういうふうになると思います。ここまでいいですか。で、GO ってやってください。そうすると、なんかこんな、いっぱいゲジゲジが出てくると思うんですけど、もちろんFAM32 の A でいいんですよ。そっちをやっていただいた方の場合は、ここに書いてある通り出てくると思いますんで。でですね、最近のこのやつは、これのまず見方を
っていうのがよく質問されるので、見方を言うんですけど、これはですね、まずその染色体14番染色体のこの部分ですね、赤い部分、ファム32の場合はちょっと別の部分になりますけど、別の部分が、にその遺伝子がコードされてて、ほんのこの領域を拡大するとこういうふうになってて、その HIF1α っていうこの遺伝子がコードされている領域がのゲノム領域が表示されていると。でこの領域もですね、実はほとんどがイントロンの領域なんです。でイントロンはどう表現されているかというと、このゲジゲジの部分です、矢印の部分です。これ矢印なんですけど、で縦棒のこれ、長方形というのはちっちゃすぎますけど、この長方形の部分がエクソンです。遺伝子をコードしている部分です。実際にてか、遺伝子をコードしててメッセンジャー RNA になる部分ですっていうふうに、表示されます。これ見て分かる通り、はい、出てこない。なぜ？テキストだけです。テキストだけ、こうなった場合はですね、それはですね、それはここで今さっきここでファム32A ってやったとき、32A でやって、ここで普通に GO ってやるとそれになると思います。ここの遺伝子を確定してからやると出ると思います。でその場合はですね、それはよくある話で、例えばこれでやっちゃった場合も、のリカバーの方法を言いますと、FAM32A でもこれで確定しなくてやった場合はたくさんリストが出てくるので、その中で一番上をクリックしてください。そうすると同じものが出ます。はい、よろしいでしょうか。でこれがその遺伝子コードしている領域で、FAM32A の方がまだエクソンをコードしている部分がたくさん出てるんですけど、はい、そういうふうになります。それで、これで出ましたね。でこれがこの領域でそういうふうに特徴があるんですけど、この領域のことに関して、見るとですね、このなんか色がこうたくさん出てるのは、これ実は遺伝子発現という の情報が出てます。この遺伝子に関する遺伝子発現のこれ情報で、これどういうものかというと、これクリックしてみると詳細が出るんですけど、これですね、たくさんのこのいろんな人の組織、多分53種類あったと思うんですけど、この組織でその遺伝子の発現値がどれぐらいこう分布しているかというのを何人かの人間のサンプルを実際に測って、でそれでこれは皆さん箱ひげ図ですね、皆さんご存知と思いますか、平均値とクワンタイルとこれっていうふうに出ているように、発現値がこれ、表示されているものです。例えば、これの場合はこの、トランスフォームドファイブロブラストっていう組織では、ファイブロブラストだから、細胞なんですけど、これの、ファイブロブラストで発現が高いとか、そういうことが得られるわけです。例えばこの一番右のやつはホールブラッドですけど、これは他のものに比べるとなんかちょっと発現値が低いというような情報が得られます。でこういうふうに、いろんな情報への入り口になっているのがこの、ゲノムブラウザーになります。で、実はここで表示されている情報ってすごく代表的な情報だけで、全部出てないんですね。で全部出すと、えらいことにたくさんありすぎるので、ほとんどがこういうふうにこういうふうにというか、隠されています。それはですね、ちょっとこれ戻りますけど、戻ってこういうふうに、下にですね、ハイドハイドハイドっていっぱい書いてますけど、これは、実際にはこの情報が全て出そうと思えば出せるんだけど、今は消してますっていう意味です。こういう、情報になってます。ですので、今出てるのは、ここに出てるハイドになってないやつ、デンスとかパックとか書いてあるのは、それをどういう形態で出すかっていうふうなことが書いてあって、それがこういうふうに、出てるっていうものになります。なので、例えばですね、この、講習のやつにある通り、この ENCTF バインディングというのがあるんですけど、これどういう意味かというと、エンコードってプロジェクトでやっている転写因子、トランスクリプションファクターのバインディングサイトってものを見れるっていうふうにするため の情報なんですけど、それを、
オンにしてみましょうって書いてあって、それはレギュレーションっていう項目の中にありますと。それは、見ていくとレギュレーションというのはこの白抜きの文字の出てきて ありました。これのエンク、TF バインディング、これですね、これを、ショーにしましょう。でショーにしてこれをリフレッシュというボタンを押してください。そうするとこの転写因子の結合サイトですね、それこそさっき、箕輪さんの説明の中で出て人気のサイトだって出てきたチップアトラスですね。チップってあのクロマチーミノプレシケーションっつって、染色体免疫鎮魂の実験で転写因子がDNA 中のどこにくっついてたかっていうのを探す実験ですけど、その実験の結果どこに、その転写因子の抗体が転写因子がくっついてたかというのが抗体の実験で分かるやつなんですけれども、こんなふうに出てくると思います。この FAM32 って遺伝子はここからここまでこれいっぱい転写因子の名前が書いてあるんですけど、そのCTCF っていう転写因子がここにくっついてたって情報がありました。それ他に EP300 とかこういう、まあ、この辺のやつは転写因子の実験やってる人は名前聞いたことあると思うんですけど、これ全部これ転写因子です。あ、ミックもそうですね。でそういうふうなものがどこにくっつくかというのがゲノム中のどこの領域にくっついてたかっていうのがこういうふうに出てきます、まあ、こういうものです、まあ、こういうこれですね、7ですね、ここに出てきますと。そういうふうに、まあ、いろんなものを探していってこう、表示するようにすると、このゲノムブラウザってものすごく便利なんですけど、じゃあそれどうやって探すんですかって話よく出てくるんですけど、それはですね、ここの今例えばこのエンク TF バインディングとかいうのはクリックしてもらうとそれに関する詳細の情報が出てきます。こういうエンコードトランスクリプションファクターバインディングトラックスっていって、それに関する記述があって、でいろいろどういう論文が出てるかとか、そういうのがこういうふうに一個一個全部、全て書いてあります。これを見ていって自分が興味がありそうなものをこれで表示するっていうふうにして見てみるっていうことをやっていくことをお勧めします。なかなかこれも、こういうののおすすめの書籍がないのかとか言われるんですけど、これはですねすごくものすごく動的に変わってるので、1週間に1遍ぐらい変わってるので、こういうのをおすすめの書籍とか書いてもすぐに改訂しないといけないので、出してませんでので自分でいろいろ探してみるのが一番いいと思います。で探してってですね、ここがごちゃごちゃになってなんか大変になると思うんですけど、そういうふうになった場合はここにデフォルトトラックスってボタンがあります。でこれを押すとですね、今やってみますけど元々のやつに戻ります。で戻るのでまた1から始めればいいっていうふうにできますので、まあ、こういうふうにして、ゲノムブラウザいろいろ試してみると、ください。でもここでは、細かい生物学的なことに関してはここでもう立ち入りませんけど、まあ、こんなふうにして、ゲノムブラウザをこう使っていっていただければなというふうに思いますっていうところでちょうどいい時間ですよね。はい。でまあ、復習でこの辺の、今のゲノムブラウザの統合テレビなんかをこう見てください。これ実はゲノムブラウザの統合テレビの、全部これ URL なんですけど、全部 DOI でついてるのはこれ、統合テレビ全てに対して、DOI 番号、デジタルオブジェクトアイデンティファイアって番号がついてるので、それで指定すると、ユニークな統合テレビに飛ぶようになってますから、例えば今のやつで配列が取得したかったら、これをクリックした統合テレビを見ていただくと、その統合テレビがこういうふうに見てこの通りやると配列取得とかできますから、今日はここでみんなでやりませんけれども配列取得とかはこれを見てやっていただければなというふうに思います。はい、前半終了。はい、でさっきちょっと駆け足でゲノムブラウザーやりましたけど、まあこれの一個ずつの意味をとかって多分、知りたいと思うんですけど、今日はちょっと、時間がないのでこれは、飛ばしてですね、まあ、ここからいろんな情報が入っていけるというので、今は多分このゲノムブラウザーからその遺伝子を探すってことが一番普通にやっているので、ここから解析を進めるということを、まあ、知っておいてください。で、まあ、いろいろこれに関係するゲノムブラウザー関係 の動画のチュートリアルがたくさん作られてます。でもう一つその UCSC じゃないっていうかヨーロッパの方で作られているアンサンブルってこれ読むんですけど、アンサンブルゲノムブラウザーっていう方も割と便利でウェブブラウザー上ですごくよくできたアプリケーションになってますんで、これも使い方がいろいろあるので、これもチュートリアルで、まあ、見ていただければと思います。はい。
でそれなんですけど、ゲノムブラウザーは基本的にはその塩基配列をこうゲノムの配列をこうから入ってって、まあ、いろんなそこに付けられたアノテーションを見るっていうふうなツールだったんですけど、実際にはまあ歴史的にはこっちを先に本当は話しないといけないんですけど、あれですね、塩基配列、まあ、DNA 配列と RNA 配列のことですけどを、まあ、登録していってるっていうのが、まあ、30年来ずっとやってきてることで、それはまあ午前の最初の箕輪さんの講義にあった通りで、やられてます。でそれのデータベースはどんなのかっていうのをちょっと箕輪さんの話よりちょっと突っ込んだ話をちょっとしたいと思います。これが一番、基本的な塩基配列のデータベースのところなんで、知っていただければと思います。でまあちょっと化学やってる人からすると不思議な感じだと思うんですけど、この塩基配列をのデータを決めた場合にはですね、それをデータベースに登録してその登録した番号を論文に書かないと論文が受理されないという仕組みが生命科学ではもう普通になってます。で、まあ、その流れに沿っていろんなものが同じように例えば遺伝子発現のデータとかなんですけれども、そういうデータベースに登録されてそこのアクセッション番号と呼ばれるそのエントリーの番号ですねがないと論文は通らない、もしくは最近の場合ですともっと厳しくて査読も回らない、そういう仕組みに、なってます。でそれの根底にあるこの一番最初に始めたこの国際塩基配列データベース共同研究 INSDC っていうのがあります。これは今インターナショナルヌクレオタイドシーケンスデータベースコラボレーションの、頭文字なんですけれども、これは先ほど箕輪さんも言っていただいた通りアメリカ の, その NCBI でヨーロッパの EBI で日本の遺伝研 の, DDBJ が3カ所これですね、3カ所塩基配列のデータベースをやってて、それが、まあ、国際的に協力して、どこかに登録すれば他のところにも反映されると、そういう形の、維持をやってて、で毎年1回5月ぐらいに、それの集まり共同研究の打ち合わせ会議、技術的な会議やってるんですけども、それも実は僕、NCBI で今年やったんですけど出てきました。で出ててそこで決まった新しいこととかももちろんいろいろあるんですけれども、非常に細かい話ばっかりなので概要を皆さんにお話しすると、ここに書いてある通りなんですけれども、まあ、この、ウェブサイトをアクセスしていただくとその INSDC っていうものに関することが、まあ、すごく簡単に書いてあるんですけど、まあここに書いてる通り NCBI、EBI の ENA で、で DDBJ っていうので、3つで同じタイプのデータを維持して全てデータをお互いに交換していると。でこれちょっとこの表だとちょっとちっちゃくて見づらいので、こっち側にしますけど、あれなんですね、今はその塩基配列の決定はものすごくこの高速にできるこの NEXT GENERATION LEADS っていう、まあ、ネクストジェネレーションシーケンサー略して NGS ですけどから出てくるものが非常に多いです。これがほとんどです。それ以外にも過去にこういうキャピラリーシーケンサーですね、これは、まあ、昔ながらの塩基配列の決定法であるサンガー法ですね、サンガー法で決めたやつで、キャピラリー短い管の中にゲルを詰めて、それの電気映像でこれ見るっていうのを割とハイスループットにしたやつですね、これも割と昔は使われましたが、それによるデータで、さらにもっと古い昔からやられているそのシーケンスのデータ、まあここではアノテーティドシーケンスというふうにしてアノテーションされたシーケンスというふうに言ってますけれども、この3つが主に塩基配列のデータとして世間に流布してて、特にこの真ん中のやつはもうあんまり見ないと思うんですけど、この DDBJ に入ったやつか SRA かっていうふうに今なってると思います。で昔はですね、このアノテーティドシーケンスのところに全部それが何の塩基配列か、塩基配列そのものと塩基配列の、どんなサンプルでやったものかで、どの生物由来かとかどんな研究でやったかと全部書くようになってたんですけれども、最近はそれがですね別のデータベースになってバイオサンプル、バイオプロジェクトというもので別のデータベース化してて、そこの ID とこのSRA の中のデータを紐付けるっていうふうになってて、今その NEXT GENERATION NGS のデータを SRA に登録するっていうのは、実はこの SRA だけに登録してるんじゃなくて、このバイオサンプルとバイオプロジェクトの両方に同時に登録することになってます。ですので結局は
行っちゃったこれすいません、すいません、そういうふうに、3つのデータベースに実は登録しているというふうに、まあ、分かっていただければいいと思います。でここら辺の、まあ、SRA のデータか DDBJ のデータかっていうところに、まあ、日本だと登録しているというのが、現状かなというふうに思います。まあ、実際には今日の最初の話にあった通り、人のデータとかは、個人情報を含んでて、誰にでも見せることができないので、実際にはここじゃなくて、日本だとその JGA っていう DDBJ がやっている人のデータ特有 の箱を別に用意してまして、そっちに入れて、制限公開っていう形を取ってます。その JGA と、まあ、リンクして NBDC の人データベースっていうのが運営されて、そこで、強調して、やってるというのが現状になります。だから、まあ、とりあえずは人のデータだったら NBDC の方の、人データベースで普通に人でもセルラインとか普通の匿名されたようなものか、それ以外の生物だったら、ここの DDBJ に塩基配列を登録するっていうのが今の、流れになってます。はい、でさっきから言ってるそのアクセッション番号っていうんですけれども、まあ、こんな番号のことです。こういう感じの番号がついてるやつです。で、この番号なんですけれども、なんでこんな番号が大事かというと、まあ、論文を、読んだ人がそのデータそのものに、アクセスする、まあ、昔はだったら、まあ、論文に全部塩基配列も書いてた時代ももちろんあったんですけれども、今だとそのデータ量を全部印刷すると電話帳以上の厚さになってしまいますから、そんなことしてませんので、全部電子データで、データベースに収められてて、そのアクセッション番号を使ってそのデータにアクセスするということをやってます。で、まあ、日本だったらさっきから言ってるように DDBJ に全てこれ、帰宅すればやってくれます。で、まあ、DDBJ ですから、日本語で皆さんと やり取りができます。これは素晴らしいことです。海外のやつだと全部英語でやり取りしないといけないので、なかなかやり取りがうまくいかないかもしれませんが、DDBJ に登録する場合はもう全部日本語でやり取りできて、日本語でメールしてもちゃんと日本語で返ってきますから、よくその辺は楽にできる、非常にいいことだと思います。はい、で、まあ、この辺は、まあ、口で喋っちゃいましたね。そういうものです。で、このでNGS 関係の、データはさっきから言ってるその SRA シーケンスリードアーカイブってところに、登録されてて、この SRA に関してもここに書いてる通りデータ全て、交換されてます。で、このデータ交換されてるってことは、いちいちその海外 の NGS のデータであっても海外のサイトに行かなくても、三島の遺伝研の方の DDBJ のサイトに行けば同じものがあります。だから、そこに行って、そこからの FTP サイトで、でかいデータを取ってくるということが、まあ、できるようになってます。はい、まあ、こういう、まあ、現状で、まあ、これは座学でしたけれども、まあ、そういうものです。で、まあ、たまにこのデータ解析を進めていくと、この REFSEC っていうリファレンスシーケンスのデータベースの ID とかを見ることがあるかもしれません。これ NM から始まっているような番号で、まあ、今あまり言いませんけど、このレフセックの出てきた場合に、この INSDC のこのジェンバンクとかと何が違うかということだけ知っておいてほしいんですけど、それはですね、これはレフセックっていうのはデータ、この DDBJ とかジェンバンクに登録されたデータを NCBI が独自に、まあ、キュレーションといって、まあ、データを見直してですね、使いやすくするようにした二次的なデータベースです。ですので、このレフセックのに関してはこの国際共同研究の枠には入ってないものなんで、 DDBJ でこれを検索しても検索できないんですけれども、まあ、うちで作ってる Google などかで検索すれば出てきますんで、まあ、それはもしそういうので出てこないので困ったりすると、ここでの話を思い出してください。まあ、それはどっか頭の片隅にあればいいと思います。まあ、前置きはこれぐらいにしておいて、まあ、もうちょっと配列解析の入門的な話を進めていきたいと思います。その前にですね、まあ、配列解析の入門をやるんですが、実はその配列解析をするときにいろんなフォーマットのファイルが出てきます。もちろん配列ですから、ファイルに収まってるんですけど、そのファイルっていうのはある程度決まったフォーマットになってないといけなくて、それがいろんな種類
あります。ですけど、まあ、今ここでこれいちいち説明しても多分忘れるので、出てくるたびにここ行って思い出していただければいいんですけど、まあ、一番知っといてほしいのはこの一番上の、ファスタって書いてあるんですけど、この、塩基配列がアミノ酸配列を記述する一番簡単なフォーマットのこのファスタ形式ってやつです。でなんかこの辺いろいろなんか仰々しく書いてあるんですけれども、実はほとんどは普通に、テキストで、塩基配列の場合は ATGC が書いてあるだけです、簡単に言えば。ですが、テキスト形式なんです。だから ASCII 形式で普通に普通のテキストエディターとかで開いて読めるような形式になってます。シンプルテキストとか、テキストエディットとかですね、そういうので開けるんですけれども、マイクロソフトワードでよくこれの塩基配列とかを、まあ、保存されている方がいるんですけれども、それは直接マイクロソフトワード形式の .doc とか .x ですねの形式っていうのは直接こういう配列検索のプログラムから読めないので、こういう普通のテキストファイルですね、まあ、普通はテキストファイルだったらファイル拡張子は .txt でしょうみたいに皆さんおっしゃるんですけど、確かにそうなんですけれども、こういう配列解析をやるときのテキストファイルは .txt なんですが、テキスト中身的にはそうなんですけれども、この .fa とか .fasta みたいなこういう独特のテキスト形式を使うことが、ございます。まあ、そういう、まあ、風なものなんですけども、さっきも言った通り、これいちいち説明してると中身も説明しないといけなくて非常に大変なので、もうぶっちゃけいきなり配列解析の、基本から始めようと思います。で、配列って、塩基配列っていうのは実はまあ、例えば人を例えますと人とマウスを比べた場合にものすごく似てるんですね。ものすごく似てるんですけどちょっとずつ違うんですね。でちょっとずつ違うっていうのは多分進化の過程で変わってきたっていうふうに考えられています。でその変わってきたものを、まあ、見つける手段としてこのアライメントっていう手段があります。まあ、並べてみるということですけど、でこんなふうにですね、2つの配列を置いといてどこが似てたかで、それを合わせるためには どこにこう、ギャップを入れるかというふうなことを、まあ、するのがこのアライメントっていうやり方 で今これいきなりこれATGC じゃないなんか別のが出てきましたけど、これは、まあ、アミノ酸配列のことです。でアミノ酸っていうのは、ご存知の通り20種類あって、その20種類はあるので、アルファベットで全部略語ができます。26文字より少ないので、だから、アミノ酸配列は、何らかのアルファベットが割り振られてて、こんな風になってます。で何が何かっていうのは、まあどっか調べれば書いてますんで、それは見ていただければいいと思うんですけど、基本的にはそれが2つがどう似てるかというのを並べるという方法があって、その並べる方法には大きく分けて2つ折りあります。このグローバルアライメントというのとローカルアライメントというのがあります。グローバルアライメントというのはこの日本語で言うと帯域的アライメントで、ローカルアライメントというのは局所的アライメントと言うんですけど、あんまり日本語使いません。グローバルとかローカルとかばっかり言います。でこの2つ何が違うかというと、これ2つ見て分かる通り、グローバルアライメントはこっちです。ローカルアライメントはこれです。何が違うかというと、ローカルアライメントはその端っこはあんまり考えなくていいから、とにかく合ってるようにすると。でグローバルアライメントは端をできる限り合わせると、そういうふうなものになります。この違いもう本当にこれだけです。で普段よく皆さんが配列検索、配列類性検索とか配列相同性検索って言いますけど、まあ、そういうのでさっき皆さんの講義でも出てきたブラストですね、そういうのでやるのはこの下の方のローカルアライメントです。でなんでかっていうと、そのデータベース中に一致しているある部分だけを見つけるんだけど、データベースの端から端まで合わせてると大変なので、普通はこっちしかしません。グローバルアライメントが必要になるのは本当にある分かっている遺伝子、例えばヘモグロビンの遺伝子を端から端まで人と猿で合わせるとか、そういう時にしか使えません、逆に言うと。まあそういう感じですね。まあ、なので、まあ、ローカルアライメントをよく使うんだよというふうに覚えておいてください。でそれをまあ計算、コンピューターに計算するためのアルゴリズムっていうのがいろいろ昔から開発されてて、まあ、この辺の話もしだすともう一日喋れるんでやりませんけど、詳しいことはまあ我々の統合テレビの昔の、僕が喋ってると思うんですけど、講義かこういう本にも書いてますから、まあ、見てください。で
さっきから実はいろんな言葉を使ってるんですけど、僕は配列類似性検索って言葉を使ってます。で、よく配列相同性検索ともよく言うんですけれども、実は、厳密に言うと多分配列相同性検索が間違いで、配列類似性検索って言った方が多分いいことが多いです。で、なんでかっていうと、配列相同性検索って言った時は、その2つの配列を比べる時に、その2つに進化的なつながりがあることを仮定しないといけないんですよね。そうするとですね、割と面倒くさいんで、その辺を知りたかったらですね、ここクリックした、していただいたサイトを見ていただいたんですけど、このサイトはトゥゲッターっつってツイッターをまとめたもので、昔これでツイッター上でみんなでなんかいろいろやり取りしたことがありまして、そのまとめになってます。ですので、そこを見ていただければ分かると思うんですけど、ここでやる検索っていうのは配列類似性検索をやることが多いです。で、じゃあその配列類似性検索をじゃあどうしてるかということですね。で、今回実はこの講習を引き受けるにあたり、ここを一番話してほしいと言われたので、今回これ、詳しくお話しいたします。で、配列類似性検索っていうので、今一番最も使われているのはこのブラストってプログラムを、コンピュータープログラムを使うものです。このブラストっていうのはもう実は、91年ぐらいに開発されて、もうかれこれ、何年かな、もう二十何年使われてるプログラムになりまして、ちょっとずつ改良されてって出てきてるんですけど、ベーシックローカルアライメントサーチツールの頭文字の略です。で、この見てる通りローカルアライメントをするため の, 基本的な検索ツールっていう意味です。ですので、よく使われてます。で、なんで使われてるかというと、アメリカ の, その NCBI、 さっきから出てきている NCBI が開発したツールで、アメリカ政府が作ったものなので、先ほどの話だと CC BY ですね、 CC BY じゃない CC0、パブリックドメインという形で、配られているソフトだから、企業の人が営利目的に使ってももちろん問題ないし、著作権がある意味放棄されてますので、もう、誰が使っても改変利用しても構わないというふうな形で配られています。ですけど、改変利用することはめったにないと思うんですが、それを割とずっと使われてて、今のところバージョンが2.7 ぐらいかな、あんまりバージョン上がらないんですけれども、ずっと使われています。で、このツールは簡単で、質問したい配列と、あとデータベース側の配列、その2つ の似てるところを検出するプログラムです。だから2ついるんです。質問配列クエリーと検索対象のデータベースで、これサブジェクトの略なんですけど、サブジェクトと呼ばれるものが必要になります。よくブラスト検索やるって言った時は、なんか質問配列しか持ってないことが多いんですけど、実際にはその検索する対象が何だったかっていうのはよく意識してやってください。で、なんでそういうふうにあまり意識しない表現が広まってるかというと、多分検索対象は昔の場合は NR というノンリダンダントって呼ばれてた、とにかく今分かってる配列を全部集めてきて、重なってる部分は引き算しましたみたいな配列に対してずっと検索してきたからなんですね。なんですけれども、今その NR っていうのが実際にはノンリダンダントじゃなくなってて、重なりだらけでよく分からない状況になってるのが現状なんですけれども、後でそれちょっと、やります、みんなで。で、そういうふうな検索をやります。で、どうやって検索してるかっていうところがすごくこれが経験的、ヒューリスティックって英語で言いますけど、経験的なやり方で、ですね、どうしようかな、ここでいいか。で、例えば自分のクエリがこんな長い塩基アミノ酸配列だったとしますよね。その時に、ブラストのプログラムはまずこれをですね、ワードと呼ばれる、これの場合、この例では6文字ずつですけど、6文字ずつの配列の部分配列の塊にどん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 分割していくんですね。で、分割していって、その、こういうふうなものをワードのリストという形で持ちます。で、持っといて、それをデータベース中にこれとマッチする部分があるかっていうのをスキャンします。で、これマッチっていうのはもう完全マッチであることがまずは多いです。で、なんでかっていうと、これはただ単にその種となるシードとなる部分をデータベース中に見つけるということをするんですね。で、データベース中でこの6文字のものとマッチした部分が出てきたら、そのマッチした部分をこう前後にですね、こう伸ばしていって、そのマッチする部分がどこまで続くかってやるんだけど、これどこまでやるかというと、この、スコアっていうのをずっとこれ計算していくんですけど、そのアライメントのスコアが悪くなるまで
悪くなるまで、これ伸ばしていくってことを してます、まあ、そういうふうな感じで、ブラストの検索ってやってて、このだから最初のこの文字のシードがですね、何文字ぐらいでやるかとか、そういうことが割とあのキーになってくるんですけれども、今のところ、NCBI でブラスト検索するときのデフォルトはこれが、6文字とかになってると思います。それはやっぱりいろいろ彼らのところで、何文字でやると件数、検索時間がかかるかというのと、それとあと検索のミス間違って検索するやつの効率とかをいろいろ検討した結果がこういうふうになっていると思います。でもなんかウェブでやるともっと多分このワードの長さがなんか長くなっているようです。で、6文字がデフォルトっていうのは、その自分のところにこのブラストのプログラムをダウンロードしてきて使う時のデフォルトで、NCBI のウェブサイトに行って使った時だと、その辺のパラメーターがいろいろ操作されてて、割と高速に返す代わりに あまりその誤検索が増えてしまってるとかいうような感じのことがあるような気がします。まあ、ですけれども、そういうまあタイプの検索方法で、主にアミノ酸の配列を似てるっていうのを検索するのがこのブラストのプログラム でなんでアミノ酸かというと、この表が実は物語ってるんですけど、基本的にはアミノ酸の配列レベルで比較します。クエリーと、サブジェクトで、なんでかというと、アミノ酸配列レベルの方が2つの配列の保存度って高いからです。で、じゃあなんで核酸配列 DNA 配列でやらないかというと、それ、なかなか DNA 配列だと、一致しない部分が多いからです。それはなんでかというと、アミノ酸は塩基配列 DNA 配列からこう翻訳されて出るんだけど、その翻訳するときに複数の、同一のアミノ酸をコードしているそのコドンって言われるそのアミノ、塩基配列3つの、組み合わせは、割と縮体があって、3文字目が割といろいろ変わってもいいっていう風なタイプのコードになってるからです。まあ、これはちょっと遺伝コードとかはその辺ちょっと勉強してもらわないとわからないかもしれないんですけれども、まあ、とにかくアミノ酸配列レベルの方が保存されてるから、アミノ酸配列レベルで検索するのが多いんだと思ってください。核酸配列レベル、DNA 配列レベルで検索したいときだけ、このブラスト N というプログラムを使ってやってください。使います。あとは全部これアミノ酸配列レベルで検索するんだけど、何が違うかというと、その配列を、翻訳、自分がこの投げた配列が翻訳されながらやるか、もうアミノ酸配列を自分がクエリで投げてるかっていうのの違いです。で、まあ、データベースを、まあ、翻訳するしない、これ逆ですね、あれ間違ってるんじゃない、これ、はい、合ってるか、ごめんなさい合ってる合ってる、はい、そうです。で、でこれデータベースが核酸配列かアミノ酸配列かでこれ分かれてて、まあ、当然アミノ酸配列になってる方が計算量は少ないんですけれども、こっちの方がデータベースの、まあ、塩基配列も核酸配列も同じです。すみません、これ核酸になってますね、すみません。で、データベースのこの核酸配列をアミノ酸に翻訳しながら検索するプログラムというのは、これブラストの前に T ってついているプログラムになって、まあ、T ブラスト X か T ブラスト N かっていうのを使う形になってて、まあ、これはまあどのプログラムを使うかというのをアミノ酸、自分の持っているものが塩基配列かアミノ酸配列かで検索する対象がどうかというので4通り組み合わせがあるということです。まあ、これはまあ自分で実習でやるときに分かるので、実習でやりましょう。もう座学はここまでです。ちょっとブラストじゃあみんなでやってみましょう。やります。じゃあ、まず NCBI ブラストでググりましょう。やります。まあ、Google 検索で、まあ、Google じゃなくてもいいですけど、Yahoo でもいいですけど、 NCBI ブラスト、まあ、これ、まあ、お文字でも小文字でもどっちでも基本的にはいいと思うんですけど、やるとこの一番トップに出てくるのは多分これだと思うんで、ここに行ってみてください。出ましたか。こんなページが出てくると思います。で、今言った T ブラスト N とかブラスト X とかいうのはここにいろいろ書いてありますけど、これですね。で、実習なんですけれども、自分でやりたい配列がある方はそれをやっていただいても結構です。
が、ここでは、何やろうかなと思ったんですけど、これは実はすごい検索が高速だという理由で、このヌクレオタイドブラスト、要するに塩基配列の方の、ブラストをやろうと思います。これは、自分の、クエリー配列も塩基配列だし、データベース側も塩基配列っていうものです。でそれを塩基配列レベルで検索するというものです。でどうやるかというと、まずここのブラストのページでここのヌクレオタイドブラストをクリックしてもらってやると、検索するためのフォームに、出てきます。基本的にはここに配列を貼り付けて、このブラストってボタンを押せばいいだけなんですけれども、こうですね。で、まあ、ペーストするんですけれども、まあ、興味がない場合はこの0、1か2を使いましょうって書いてあるんですけど、まあ、どっちでもいいです。好きな方を使ってください。まあ、これもちょっとタブで開いてくれるとこういうふうな配列が出てきます。でこれ実はこの見たやつがこのファスタフォーマットってやつです。でファスタフォーマットを説明しておくと、この一番最初の行がなんか、不等号で始まって、なんかこの ID っぽいものが続いて、いや ID なんですけど、でこの後にこれの塩基配列の、まあ、これ注釈ですね、なんかがついてて、その後の行からは全部塩基配列で、これは適当なところに改行が入ってても構いません。構わないんですけれども、こういうのが、まあ、ファスタ形式になります。でこれをですね、まあ、全部こう選択してもらって、コピーしてもらって、こっちの画面のここで貼り付けると、そういうことをしてください。これは自分で配列ある人はここでファイルを選択みたいで、ファイルがこのファスタファイルになっているやつをアップロードして検索というのももちろんできます。で基本的にはもうこれで何にも考えないで押していけばいいんですが、一応まあせっかくなんで気にしろって言ったんで気にしていただきたいのは、ここの検索対象データベースですね。ここにあります。これです。で検索対象データベースは何も指定しなかったら、最初はさっきあんまりよろしくないことを言った NR になってます。まあでもまあ NR で結構です。でなんでかっていうと、これは NCBI のサーバー側はこの NR にだいぶ最適化してくれてるようで、このままで結構です。ですけれども、いろいろ選べます。まあそれは選んでみてもいいと思います。まあ特に今何も考えないでこれブラストって押してみてください。そうするとこれブラスト検索が実行されます。でこれもインターフェースよくできてて、今向こうに投げたんですけれども、あもうすぐ帰ってきましたね。皆さんどうですか、できてる？まあこういうのでブラストはできます。で返ってきた結果がこれ、まあ割と解釈が難しいと思うんで一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まあ、やったら、まあ、自分のやったやつのこういろいろ統計情報が出てきて、ブラストのバージョンは 2.8 ですとか言って出てくるんですけれども、でかけたデータベースの名前とかも出てくるんですけれども、この一番上のこの部分がクエリーって、自分が投げたやつの、最初から最後までの、まあ、配列になって、それのどの部分とアライメントが取れたかという概略がですね、こういうふうに出てきます。なんかでいっぱいこれたくさん出てきてるのは、データベース中に高い、このスコアで高いもの、赤はこの200以上のスコアだったってことなんですけれども、スコアの高いものがたくさん、この端から端までマッチしたものもこんだけあるし、端はちょっとマッチしなかったけど、マッチしましたよっていうのがたくさん出てきたから、こんなふうになります。じゃあ具体的にそれがどんな配列だったかっていうのは、この下の方に見るとですね、出てます。で実はこれ解構ですね、ボンビクスモーライのエノラーゼっていって解凍系の酵素の一つ の配列だったんですけれども、まあ、それを投げるとですね、もちろんそれも、データベースにすでに登録されてますからトップに出てくるんですけど、まあ、それ以外にもいろいろ出てきて、もちろんこれ NR っていうのに、検索したくせに全く同じような配列がヒットしてるんですね。ボンビックスモライエノラーゼで、プレディクティッドボンビックスモライエノラーゼ、これもなんかピューテーティブで、多分そうかなみたいな意味ですけど、エノラーゼのプロテイン、なんかちょっと違う生物種の
エヌラーゼのタンパク質とかいうふうに、まあ、この辺ぐらいまで全部解雇だったんですね。で NR って言ってノンリダンダントって言ってるのに、なんで4本も出てくるんだって言うんですけど、怒らないでください。これ実はよく見るとちょっとずつ違うんですね。トータルスコアが違ってるということは、ヒットした配列がちょっとずつ違ってたってことなんですね。これはまあ読む解雇の種類によってちょっとずつ違うからなんですよね。違ってたからなんですよね。そういうふうなものがまあこんなふうに出てきて、これ以上この下ぐらいからはすごく配列の類似性のパーセントが落ちてくるのは違う生物種になっているかとかいろいろあるんですけれども、まあ、そんなふうにまあ見ます。はい。でまあそれはこの辺に書いてることですね。でもっと下を見ると実際のアライメントが出てきます。で実は僕のこのブラウザは良くなくてですね、等幅フォントじゃないからこうやってガタガタになっちゃってて、こう見づらいんですよね。なのでこっち側を見ていただければいいんですけれども、こんな風に綺麗に出ます。これはサファリでやるとこれ綺麗に出ると思うんで、ちょっとサファリに切り替えますね。サファリで最初からやれって感じなんですけど、で実はこのブラストの結果なんですけど、ここだけでこのやつだけでずっと保持してるんじゃなくて、このどっか URL が書いてあって、それ見に行けばできるよって書いてると思うんですけど、なかったかな。これか、これですね。 RID なんとかなんとかって書いてあって、ここの下に、URL が書いてるんですけど、これこの先がなんかウェブサイトありそうですよね。でこれの、リンクする先をリンク先のアドレスをコピーってやって、それでサファリの方でこれをですね、リンク先のアドレスをペーストするとしてやると、この結果が多分見えるはず。あ、見えました。これですね。でちょっと下の方を見ると、そのちょっと僕がガタガタになりましたっていうのが、サファリだとこういうふうに綺麗に出ると。でまあ等幅フォントになってるからこういうふうなのに綺麗に見えるんですけど、まあブラウザによってああやってなんかうまく表示されないので、ちょっとうまくいかないときはブラウザを変えてやってみるといいと思いますという意味です。というまあ教訓です、これは。で、まあ、これは自分が投げた配列と、まあ、完全に同じ配列だから、当然 100% 端から端までマッチするんですけれども、データベース中にはこういうふうにちょっとずつ違うものとか、でここだけほら違ってましたね、1個ほら。あ、ここも違いますね。っていうのが、こうやって線を引いてあるから、すごくよくわかる。これがアライメントです。こういうふうにアライメントをブラストは一瞬で検出してくれます。でこういうのをまあ見るんですけど、こういうのって多分シングルヌクレオダイドポリモルフィズムっていうスニップ SNP ってやつですけど、まあ、こういうものが、ブラストなんかでも一応まあこうやって見て取れるわけです。はい、これをまあブラスト検索のまあ実際やってみる実例になります。まあ、こういうのをまあ一応実は昔からその、自分で塩基配列を決定した分子生物学者はここに投げて、自分の配列が何と似てるかっていうのをこう、探すってことを日常茶飯事的に今もやってます。ですがNR っていうのを使いましたけれども、最近では、まあ、生物史がもう何を読んでるのか自分で分かってるので、自分の配列がその生物のどこにあったかっていうのを見ることが増えてますから、実はその検索の時にですね、NR を使わないで、ここですね、NR を使わないで、この人である、人のゲノミック足すトランスクリプトって書いてますけど、要するに人のゲノムか、その人の、mRNA の、メッセンジャー RNA の配列か、それを足したものに対して検索するっていう方が、より、まあ自分のやつがどこにあったかっていうのを見る上では、良かったりします。それ以外にもいろんなデータベースを適切なものを選んでみる。例えばよくわからない配列を入れた場合にで機能を知りたい場合は、この NR を使うよりはユニプロットですね。ユニプロットっていう、まあ、昔スイスプロットと呼ばれてたその機能の情報が割とキュレーションされたデータベースが、タンパク質配列のデータベースがあるんですけれども、それを選んで検索した方が機能の情報が得られる結果が返ってくると。要するに機能がちゃんとよくついた配列だけセットだけを対象に検索する、そういうことが割と推奨してます。その方がよくわかるからです。とにかく配列類性検索 NR にやって何かヒットしてもですね、それが
ハイポセティカルプロテインとか書いてあることあるんですね。ハイポセティカルプロテインじゃ何の機能してるか全然分かりませんね。そういうのにトップでヒットされても困るんですよね。なので、そういう機能的なことを知りたいときは、そうやってちゃんと、機能が書かれたあのデータベースに、対してこういうブラスト検索する、そういうことをあのぜひやっていただければと思います。それが、まあ、この実習の、狙いです。はい、でここまでですね。で、まあ、あのこれのやり方もですね、あと細かいいろいろなあの小技とかパラメータの説明なんかもこの、NCBA ブラストの使い方の統合テレビなんかで、説明してますから、ぜひ見てみてください。で今これウェブインターフェースを介してブラストを使うことをやったんですけど、実際にはこれあの、自分のコンピューターに、ダウンロードしてきて使うことができます。で実際にはこれソースコードから全て公開されているので、ソース取ってきてコンパイルして使うこともできるし、自分のプラットフォームに合わせてそのバイナリーを落としてきてですね、そのバイナリーを使ってここで自分のデータベースも用意してあのやるというタイプの、そのローカルブラストっていうのもあります。これに関してはあのここの統合テレビでかなり詳しく紹介してて、これですね、ブラストローカルブラストの使い方みたいなので、昔から、これは割とあの人気の統合テレビで、やってきます、公開されています。これ MacOS 10編っていうのもあるんですけれども、まあ、Linux でも当然できますし、Windows でも動きます、動きますので、そういうふうに、まあ、いろんなプラットフォームに合わせて、ローカルブラストっていうのを、ダウンロードしてきてデータベースをセットアップして検索すると自分のところで全部それを検索することができるというふうになっています。でこのローカルブラストの講習会もやったことあるんですけど、これやるだけで3時間かかりますので、今日は、割愛します。やりたいんですけど、ちょっとまあそれは今日はしません。でですね、それでですね、まああの、まあ、ブラストっていうのは一番基本で、ライセンスもフリーでよく使えるってことで、まあ、やってるんですが、あ、ちょっと一つ忘れてました、それをやる前に。でこのブラストで今クエリーハイエストデータベースをやるって言ったんですが、実際にはその自分のクエリーですね、投げる配列をまあどこかから取ってきたりとか加工したりとかする必要があるんですけど、それをやるためのツールとしていろいろあるんですけれども、一応その中でまあ最近使われることが多いこのバイオパイソンってやつですね。バイオパイソンっていうのはまああのもうあって、これも使えることが多くてですね、例えばこのキータっていうそういう技術者向けのあのサイトにもですね、このバイオパイソンっていう単語で検索してみると結構あのそれで書いてくれてる人がいます。なのでまあ多分これエンジニア向けの人でいろいろやりたいって人はここのでバイオパイソンを使ってみるといろいろできるかもしれません。であと、まあ、バイオパイソンに関しては我々のこの統合テレビというか、まあ、あの NBDC でやってきたあの講習会でもハンズオン講習会でも、説明しててですね、実際にあのこうやってあのバイオパイソンの使い方をですね、お姉様があの講習してくれてるあの場面も ありますので、これ全部本当は音が入ってます、音が入ってるので、あのさっきのところを、まあ、クリックしていただければ、この4時間ぐらいある講義のうちの2時間55分ぐらいのところで、あ、5時間ですね、すいません、5時間ある講義のうちの2時間55分ぐらいでこのバイオパイソンに関して5分ぐらい、紹介してくれてますので、ぜひそっちを見ていただければと思います。はい、ですいません、ちょっと言いかけちゃったんですけど、そのブラストを、まあ、使うことも多いんですけれども、あのちょっとあの別のツールっていうのがあって、そのブラストを真似したあのツールでブラストじゃないんですね、 S がないんで、 S がないブラストがあって、これは S がないブラストはブラットって呼んで、 The Blast Like Alignment Tool というのの略でブラットって言います。あのブラストじゃありません。でこれはあの検索する対象がですね、ゲノム配列に特化したあのタイプ の配列類似性検索のツールで、まあどっちかというとそのゲノムのどこに着地するかっていうので、ゲノムランディングっていうふうな言い方もするツールで、今でもまあ使うんですけれども、これちょっといろいろ残念なあの
事情があって、まあ、これはあの企業の方は優勝の、もちろんダウンロードして使うことはできるんですけれども、企業の方には優勝のライセンスってことであの配られているものになってます。ですのでちょっと お使いになるにはあの企業の方は高いんですけれども、数百万円だと思います年間、取られるんですけれども、あのアカデミアっていうかあのアカデミアの研究にはあの無料で使えますので使っていただければいいと思うんですけど、ブラストよりだいぶ高速に、ゲノムに対して特化してですけれども、あの検索できるツールっていうのはこのブラッドになってて、まあそのブラッドを使ったやつもまあ応用編であの紹介してますから、これもまあ参考にしてみてください。まあ、これが配列類性検索なんかの、概要になります。はい、それがまああの配列類性検索で、結構これはあの需要があるので、こうやってあの、皆さん使ったことある人も多いし、あの使う機会も多いと思うので、この辺から始めるのは多分配列解析の多分一番王道だと思いますので、まあ、あのまずはあの、ウェブインターフェースのもので、馴染んでもらって、まあ、コマンドラインとか得意な方はあの、ホームブリューとかあのアナコンダの環境で入るんで、あ、それでアナコンダなんですけれども、バイオ用のアナコンダの環境があってですね、それは、まあ、あのバイオコンダっていうので入ってますので、バイオコンダでググっていただければそういう情報も得られると思います。これはちょっと、マニアックなんで書いてないんですけれども、はい、でいいですかね。じゃあ次行こうと思います。行けるどこまで行こうと思います。あとビッシュ3と4があるんですけど、とりあえず3まで来れたので、3をやりたいと思います。でこれはですね、でここからあとはその多重配列アライメントと分子系統樹ということで、ですね、さっきのアライメントというのは2つに対してあの似てるところを探しますよって話をしたと思うんですけど、これを3個以上でやるっていうのがこの多重配列アライメント、マルチプルシーケンスアライメントっていうふうに言って、まあ、略称 MSA とかいうふうに言うこともありますけれども、まあ、この多重配列アライメントというのは割と日本語として、広まってるかなと思います。で実はこの多重配列アライメントをするってことは、それで3つ以上の配列をうまく一番こう配置できるように、塩基配列やアミノ酸配列のことが多いんですけど、アミノ酸配列をこう並べて、すると、でその並べたやつの結果から実は分子系統樹っていうのは書くことができます。でそれを、まあ、あの、書くツール群っていうのがもう誰でもフリーで使えるものになってて、あるので、それをまあ紹介するっていうのがここからの実習になります。でこれもですね、実はあの昔から使ってる人にはちょっとびっくりするかもしれませんけど、今はあのその昔はそのクラスタルダブルっていうプログラムがよく使われてました。ここに書いてますけどね、 W で、これクラスタル W っていうのも実はもともとクラスタル V っていうのがあって、それがバージョンアップしたから W になってて、でその前はあのっていうふうになんかどんどんバージョンアップを繰り返してるんですね。で最近はですね、そのクラスタル W がさらにあのあのパワーアップしたっていうので、クラスタルオメガっていうのになってます。まあ、W をちょっとあの、ギリシャ文字にするとオメガですね、オメガになってます。だからです。でそれが、今は、使われてて、クラスタル W っていうと、あ、古い人だなってバレますから、クラスタルオメガって言ってください。はい。でクラスタルオメガで、ググりましょう。そしたら、クラスタルオメガが、ウェブで検索できる、使える、EBI のページにがトップで出てくると思いますので、じゃあこれを、検索してみましょう。まあ Google でクラスタルオメガですね。そうすると多分このこれですね、クラスタルオメガっていうのがトップに出てくるんじゃないかなと思います。これですね。まあこれはですね、あの EBI って、まあさっきから何回か出てきてるヨーロッパのバイオインフォマティクスインスティテュートっていうのが、これケンブリッジの郊外のヒンクストンっていうところにあるんですけれども、そこで、維持してくれてる、ウェブのツールになります。もともとクラスタルは多分ヨーロッパでのあのバイオインフォマティクスの研究者が作ったものだから、最終的にここにあるんだと思うんですけれども、こういう、ツールで、あります。それで、マルチプルシーケンスアライメントのツールとしてクラスタルオメガっていうのがあります。じゃ あ, あのここなんですけれども、まあ、自分で何かあの
並べたい配列持っている人はそれをもちろんやっていただいたらいいんですけれども、まあ、ない場合はまあ、僕が用意したこのテスト配列というのがあるんで、これをまあ使ってみましょうかね。まあ、これも簡単で、ここにその配列を貼り付けるんですけど、その時に貼り付けるフォーマットがそのマルチファスタと呼ばれるものになります。それはちょっとテスト配列を見て、やってみ皆さんにちょっとやってみましょうかね。それはですね、こういうやつです。マルチファスタって何が違うかというと、この不等号のやつがこうやって途中で出てくるやつです。さっきのファスタ配列がファスタのフォーマットの配列がこう下に下にずっとつながっていくやつでたくさんある、それがマルチファスタになってます。特になんかこれを隔てる文字、上のエントリーと下のエントリー隔てる文字は特になくて、この不等号が急に始まればそこから新しいエントリーですっていう風なもの、これがマルチファスタになります。なのでこれをまあ全部選択してですね、選択すべて選択でコピーでやってください。でちょっと初版の事情というか、まあ、さっきと同じ等幅フォント問題があるので、僕はちょっとサファリでちょっとこれをやりたいと思うんですけど、サファリでもう一回、Google 検索で、あ、コムに行っちゃった。まあいいや、クラスタルオメガ、まあ、オメガ、はい、でここでさっきのやつを貼り付けます。貼り付けてください、ペーストを。そうするとこう長いのが貼り付いちゃったと思うんですけども、はい、皆さん先にやってください。これ結構時間かかると思うんで、でこれでサブミットってやってください。そうすると計算が始まりましたよって出ると思うん で、これは実はその場で計算するんじゃなくて、キューイングっつって、キューで待ち行列ですね、待ち行列でこう並べて早く投入した人から順番に返ってくるみたいな感じのインターフェースになってて、しばらく待つとこのページがリロードされて、あんたのできたよっていう風に返ってくるんで、ちょっと待ってればそのうち、あ、もう出ましたね、はい、でそのうちじゃなくて出ました、はい。でさっき10本配列を入れたんですけど、これって実はその非分アルファっていう転写因子の配列があるんですけど、それをまあ生物種違うのを実は集めてきて、並べてるんですけれども、そういうのでやると、まあ、こんなふうに配列が似てるところはこうやって並べてくれます。で1本全然違うのが入ってるのはこれ蚕ですね、蚕で一番非分アルファに似てたタンパク質配列を入れてるんですけど、あんまり似てないという実情がありますけど、まあ、こういうふうにやってます。まあ、こういうふうなので、見るとですね、このマイナス記号がついているところはギャップですね。で、まあ、さっきから出てますけど、でよく保存されたところはこういうふうに下に、コロンとか星とかドットとかいろいろ出てて、この星は多分じゃないわ、 星がついているところは完全にその全て投げたやつで保存されたところで、コロンは、うん、ちょっと惜しいってやつですね。でドット1個はもっと惜しいってやつですね。そういうふうな、まあ、もので、この点々とか星がですね、密集しているところはすごく保存されたところだというふうに、まあ、理解していただければ結構です。こういうふうに、こういうふうな、まあ、並びを作るってことが、割と、生物学者、これやって、これ見て、うーんって思います。ただ、これの、マルチプルアライメントをこう並べて、これを出すだけだと、あんまりまだ、有用性がよくわからないので、ここから先が本当は生物学者はよく使います。それをこの続きのちょっと演習でやりたいと思います。このままやりますので、ちょっとまあ今のページ閉じないでやっててください。これですね。でマルチプルアライメントをやります。でしばらく押すと結果が出てきます。でこんな風に出てきます。で実はさっきのページの上にですね、ボタンがありました。これですね、これをやるとですね、実はもう系統樹ですぐつけます。系統樹って英語でファイロジェネティックトリーなんですけど、これをここのタブをクリックするともう系統樹書けます。はい、書けました。こんなやつです。でこれはですね、それぞれの ID がどれぐらいその進化的に離れてたかと、まあ、進化的な状況を仮定すればですけど、それのツリー
がこれデンドログラムっていう表現でできてるのはこの系統樹 でこれだけだとクラウディオグラムっつって、あの全部の枝長が同じ長さになるようになってるんですけど、実際にはこれ枝の長さがデータとして入ってるので、ここでリアルっていうふうにしていただければ、この枝長がですね、進化距離と一緒になってこう出るようになります。まあ、あのちょっとすごくこれ短いですけど、でもよく似てたからってことなんですけれども、あのこんな風に出ます。でこれであの進化系統樹が実は書けたんですけど、なんかこの ID がなんかすごいあの、うん、気持ち悪いっていう人もいるかもしれませんけど、あの本当はこれ人マウスとかなんかいろいろ入ってるんですけど、まあ、そういうところをまあちょっとずつ、変更してもう一回あの、マルチプルアライメントし直すとか、そういうふうなことがまあ実際にはあの必要だということです。これはただ単にあのデータとして集めてきただけだと、こんなふうに気持ち悪い ID のままでちょっと分かりづらいんですけれども、あの基本的にはあのいろいろ自分で後で加工すると、そういうことが必要です。はい、でこれがツリーですよね。でこれがあの見てるやつが欲しかったら、この ダウンロードアライメントファイルっていうのが あってですね、そこをクリックすると、アライメントのファイルがもらえますよと。それはまあこの上のこれですね、これか、これをファイロジェネティックツリーデータ、アライメントファイルは元に戻らないとダメかな。これ戻ってですね、これだ、ダウンロードアライメントファイル、これですね。これクリックするとこのファイルが、テキスト形式で、ダウンロードできると。でこれをまあ、保存しておけば、あのこのアライメントがどうだったかっていうのが分かるというふうになっています。こういうふうに、まあ、あのマルチプルシーケンスアライメントというのもあのよくやる操作になっててですね、まあ、あのこれも皆さんあまりにもよくやるので、あのこういうふうに、統合テレビももちろんありますありますし、ですね、そういうふうになってます。で、あのこのクラスタルオメガってツール以外も使ってみたいっていう方もいると思うんですけど、ちょうどこ あの今来た阪大のタンパク研の先生とかがいらっしゃる阪大に最近移られたあの、日本人の加藤さんって方が開発されたこのマフトって読むんですけど、このマフトっていうツールも割と、マルチプルシーケンスアライメントで世界的に使われているツールになります。さっきのクラスタルオメガと並んで使われているツールが、マフトっていうのがありまして、そちらもですね、あの同じように使えます。実は、先ほどのこのクラスタルオメガのインターフェースの同じところから実は使えます。ここのマルチプルシーケンスアライメントっていうところ、ここをクリックしていただくと、ツールが何種類か選べるようになってて、クラスタルオメガが一番あの上に来てますけど、その下にマフトっていうのもあります。ここのやつでローンチマフトってやると、そのマフトってツールも、使って、全く同じようなインターフェースでマフトを使うことができます。ですので、あのマルチプルアライメントの書けるプログラムを変えてみるとかいうときにこれ、使ってみればいいと思います。今、10個ほどの配列をアライメントしてみたんですけれども、まあ、10個ぐらいの方が解釈もしやすくていいと思うんですけど、実は100個1000個100万あの1万個ぐらいは実は割と平気で、あのこの辺のプログラムを最近やってくれますんで、いっぱい投げてももちろんできるんですけれども、投げれば投げるほど解釈が大変になりますので、あのあと表示が大変になりますので、その辺はなんかある程度自分でこうフィルターやって、あの人間が解釈最終的にはしますから、その 最終的に解釈する人間が見れるぐらい あの大きさで、あの配列の塊を投げていただければいいかなというふうに、思います。はい、はい、じゃあその辺にしといて、そろそろ終わり、まだまだ10分、あ、まだある、まだ時間ある、はい、じゃあ最後の課題まで来れました。最後の課題を やってみましょう。で、あのタンパク質のモチーフとかドメインの検索ってやつですね。これはあのこれも実はすごくよくやってて、さっきマルチプルシーケンスアライメントをやるのを今やりましたけど、それをやった時にですね、すごく保存されているところは、なんか保存されているってことは何か機能してるんじゃないか、それは今まで知られてる何かタンパク質モチーフとかドメインじゃないかっていうふうに思うと思います。まあ、それが気になる場合に、この、タンパク質モチーフとかドメインっていったものを、まあ、検索するツールが大事です。何かモチーフとかドメインとか何かいろいろ言葉があるんですけど、まあ、なんとなく研究者の中では、うん、モチーフはドメインよりちっちゃいみたいなのがあるんですけど、あんまりこの辺
よく、区別してません、はっきり言って。あとファミリーとかスーパーファミリーとかも言うんですけど、まあ、今言った順にだんだん大きくなっていってるんですけど、本当はあんまり区別してなくて、ファミリーとかドメインとかモチーフとかいろいろシグネチャーとか言うんですけど、あんまり区別してないので気にしないでください。だんだんなんか言ってると、シグネチャーは一番ちっちゃいなとかいろいろ分かってくるんですけど、まあ、あんまり特に、コンセンサスがあるわけじゃないので、とにかくタンパク質配列の中に今まで知られている、例えばジンクフィンガーモチーフとか言って、あれですね、DNA 結合のモチーフがあるんですけれども、まあ、それがあるか、それが例えば今見つけてきたアミノ酸配列の中にあったら、これはタンパク質として DNA に結合するんだなってことが分かってきて、機能がいろいろ分かったりすると、そういうふうな意味で、この、検索っていうのは結構大事で、新しい配列を見つけてきたら普通やりますし、今まで基地の配列でもその、モチーフ、持っているモチーフと一緒のタンパク質の中に別のモチーフとかドメインが、まあ、あるわけなんだけど、それがどういうものが同じタンパク質の中の、違う部分に出てるかってことは割と大事な情報なので、まあ、これを検索するってことはものすごく分子生物学の研究で、使われてて大事です。ですのでこれもよく皆さん知っていただければというふうに思います。でそれで一番今使われているのはこの、インタープロという、データベースです。でインタープロっていうのはそのタンパク質のドメインの統合データベースなんですね。でなんでそんなものがあるかというと、タンパク質の持ち、チーフのデータベースって実はいっぱいあるんですね。いっぱいあるんです。でどれぐらいあるかというと、このインタープロの多分サイトにいっぱいあるのが書いてあると思うんで、まずちょっとこれ実習じゃないからちょっと、まあ、まず 見といてくれればいいんですけど、インタープロ、あ、実習は後でインタープロスキャンっていうのをやりますから、ちょっとこれ今、僕のスライドに用意してないからちょっと説明するんですけど、このインタープロに参加しているデータベースってどんなんだったかなみたいな、どこに書いてたかな、アバウトインタープロから、あった、これだ、これですね、キャスとかなんかこういっぱいあるんですね。こんなにいっぱいタンパク質のドメインのデータベースがいろいろあるんですけど、 PFAM とか PRINTS とかプロドムとかプロサイトとかスーパーファミリーとかいうのがいろいろあるんですけど、これをワン操作で全部の、このデータベースに対して検索して結果を返してくれるというのがこのインタープロっていうものになってます。まあこのいっぱいいろいろあるデータベースをまとめてるっていうのがこのインタープロで、それを検索するプログラムがインタープロスキャンというふうになってます。でまあ、この中でもよく僕なんかが使うのはこの PFAM ってやつですけど、まあ、PFAM だけじゃなくて他のまあデータベースもいっぱいありますから、それを同時に検索しようというのがこの実習の狙いです。で最初はインタープロスキャンっていうのをみんなで叩いてみましょう。でまずはインタープロスキャンのページをたどり着きます。ですがこれも一番最初にググって到達しましょう。これは割と僕近くにいるんですけど、最初からやります。インタープロスキャン、はい、で一番に出てくるやつですね。はい、よろしいでしょうか。これがそのインタープロスキャンのトップページというかになってて、これはまあ基本的には1個の配列だと思う、1個の配列です。でファスタ形式です。ファスタ形式の配列をここに入れてください。ペーストするんですけど、これもまあ、自分のがある人はそれでいいですし、ない場合はですね、さっきの HIF1α の一番上のものを使いましょうって書いてますけど、まあ、まあ一番上でも一番下でもいいんですけど、どこかな、どこかどこに行ったかな、これじゃないな、あれ、さっきのこのアライメントを作るときに、ここですね、テスト真核生物の HIF1α だってあったと思うんですけど、これを新しいタブで開いてもらった時のこのこれですね、一番上のやつ、この部分なんかをコピーして使ってください。もちろん別のやつでもいいです。これはヒューマンの HIF1α というのを配列を使いましたけど、もちろん俺はチンパンジーがいいとか、俺はマカカだとかでも、あと俺は犬がいい、カニス、これファミリアスって犬なんですけど、何でもとは失礼な言い方ですけど、まあ、どれ使っていただいても結構です。で戻ります。で、で多重配列アライメントの
こっちですね。インタープロスキャンのここに配列を貼り付けて、押してください。これも簡単で、もう配列貼り付けてあのサブミットボタンを押すだけです、基本的に。ものすごく簡単です。ここで、貼り付けます。貼り付ける。そしてあとはサブミットするだけです。そうするとですね、これもキューイングされます。キューされるので、みんなが一気にやってもここで実は全部吸収されますんで大丈夫です。これちょっとさっきのマルチプルシーケンスアライメントよりも時間かかるかもしれません。なのでここに書いてある通り、30秒に1回あんたのが終わったかどうかリロードするよってこう言ってるんですね。で結果は 7日間保存するよって。でそれのジョブの ID はこの番号で、ここの ID で検索ここのサイトにまた来てくれれば見えますよっていうふうになってます。ですけどまあそのうち出ると思うんで、出た場合をもう想定してですねちょっと進めておきますけれども、結果が出てくるとこんなのが出てきます。そのうち出てきますんで、まあ、焦らずに。で出てきた時にこれ結果を見ると、実はいろんなデータベースの検索結果がこれ一気に全部出てる。赤いのがファミリーって、この H のこの水色がホモロガススーパーファミリーで、緑がそのドメインだとかって、なんか R がリピートとかって書いてあるんですけど、とにかくいろんなデータベースでのマッチがこういうふうにいろんな形で出てきます。で出てくるんだけど、共通してるのはここからここ端までが今投げたタンパク質配列の端から端で、それのどの辺の位置にそのヒットしてたかと。でこの時もいろんなデータベースが同じところに予測していると、それは確からしいだろうとか、そんなふうに考えれます。例えばこのパスドメインと呼ばれるドメインは、ここの、いろんなデータベースが言ってるけど、この辺とこの辺の2箇所に出てくるんだなとか、あとヘリックスループヘリックス DNA バインディングドメインはこの一番端っこの左の端っこの方に出てくるんだなとかいうのが分かると思います。これは実はヒファンアルファというのは転写因子で DNA にくっつきますから正しいんです。もちろんまあもうこれは答えが分かっている例ですけれども、まあそういうふうに分かっているからこういうふうなものが出てくるというのはまあ分かるわけです。出てきたかな。あ、出てきましたね。でこんなふうになってます。でこれも実はね、結果がすごい長いんでこんなふうにいっぱい出てくると。でこっち側に書いてるのがそれぞれの、それデータベースのこれID なんですけれども、まあ、いろんなデータベースの結果があって、それぞれごとにデータベースの ID の付け方が違うので、慣れると分かるんですけど、この PF で始まるのが PFAM のもので、この PS で始まるのがプロサイトのドメインで、この PR は多分これプリンツっていうデータベースなんですけれども、まあ、それぞれやってるところが違うぐらいに思っておいてください。はい。あまり、やり方、検索の仕方とかいろいろちょっとずつ違うんですけれども、まあ、いろんなものが入っていると。で、まあ、特にこの PFAM っていうのが、まあ、旗色がいいというか、よく使われてて、で、PFAM がよく使われる理由は、その、タンパク質のドメインの情報を、HMM ですね、ヒドゥン・マルコフモデルで記述して、でヒドゥン・マルコフモデルの検索なんかは結構、まあ、DNA の配列の DNA じゃない、この、生命科学の分野でよく使われてて、まあ、割と昔使われてきたと。なんでそのヒドゥン・マルコフモデル、なんでニューロ AI で今話題のニューラルネットじゃなかったかっていうのをよく、この分野ではこうそれが使われるようになったかってよく聞かれるんですけれども。まあ、ヒドゥン・マルコフモデルはどっちかというと音声認識とかあっちの方で昔使われてきてて、よく行くというふうに言われてたモデルだったんですけれども、ニューラルネットの場合はその中間状態とかがよくわからないから、どういう処理してるかよくわからないから、なんか生命科学の人があんま信用しなかったっていうのが割と言われてる俗説で、実際その、HMM の場合はその、確率モデルが出ますから、それを実際確率の数字を見るとですね、このモチーフはどういうふうに記述されたかというのがよくわかるというので、結構ヒドゥン・マルコフモデルはこの生命科学分野でよく使われてます。でニューラルネットのモデルはもともとはあんまり
20年ぐらい前の、 配列解析の時代にはあんまり使われてこなくてて、今じゃあ使われてるかというと、あまり新しい方法が出てきてないのが現状なので、使われてるかというと使われてないんですけど、だからお前らがやってることは AI じゃないってよく言われるんですけど、そうです、その通りです。ヒドゥン・マルコフ検索してるだけです。はい、でそういうふうなものを、の中でこの、ディスられながらもこの PFARM のものが実際よく当たってますので、この PFARM のエントリーなんかをこう見るっていうのを、特別にこのインタープロの複数あるデータベースの中から PFARM を特に見ようというのがこの実習になってます。で PFARM を見てる理由はそれで、PF で始まるのが PFARM のエントリーですので、このさっきのいっぱいヒットした中から、PF で始まるやつのどれか、これにしましょうかね。 PF の11413、同じのでやってくれてる人はこのやつでいいと思います。これをクリックしてみてください。そうすると、こういうふうにPFARM のエントリーに行き着くことができて、いろいろ書いてるんですけれども、それを一個ずつちょっとずつ説明していこうと思います。いろいろ書いてあって、なんかこれを見たらどっかで見たことあるな、なんかウィキペディアっぽいなと思うかもしれませんが、実はこれウィキペディアそのものです。ウィキペディアに書いてあります、これ実は。データベース、誰かがこうきっちり管理してくれてて誰でも書き込めるようになってるはずじゃないのにと思うかもしれませんけど、 PFARM は実はこれ、データベースそのものが、多くの部分がですね、ウィキペディアになってます。だから誰でも書き込むで、できるんですね。なんかそれがなんかけしからんとかいう人もいるんですけれども、なんか結構その方が誰でも書けてむしろいいデータベースになったよっていうのが、言われてます。でウィキペディアのその PFARM のを見るといろいろあるんですけど、一番最初に見てほしいのがこの今、見たこのエントリーは HIF-1 っていうハイポキシブルインデューシブルファクターってやつなんですけれども、このドメインオーガナイゼーションってやつですね。一応ここになんかいろいろ説明書いてて立体構造とかもあるんですけれども、とりあえずこのドメインオーガナイゼーションっていうのを見ていただくといいと思います。これはですね、このタイプのタンパク質が今までいろいろデータベース上にあるんですけど、それに対して全部、タンパク質のドメインを PFARM で計算しておいて、それの同じ、ドメインの構成のパターンをですね、全部、こう表示しているってやつです。このどこだったかな、この HIF-1 っていうやつはこの青いところなんですけど、この HIF-1 っていうドメインを持つものと、一緒によく出てくるパスドメインであるとか他のパス3ドメインであるとか、そういうものが全部この、パターンごとにですね、出てます。その証拠にこのパターンを持つやつは126シーケンスありました、この同じパターンを持つものは32シーケンスありましたっていうふうにこういろいろバーッと書かれてます。なのでこれを、ショーってやるとこの126のシーケンスが全部見えるんですけれども、これクリックするとそれが全部一緒に、ガーッと表示されます。こういうふうにですね、同じドメインの構成だったやつがこんなふうに、ガーッと表示されて、どの、生物種にそういうのがあったかとかいうことが、見て取れるというので、これものすごく便利で、例えば自分が興味がある遺伝子取ってきてそれのタンパク質の構成を見たとき、ドメインの構成をいちいち自分で調べることなく、このドメインの構成同じものを持つものにどんな生物種のタンパク質があったかとかいうのがこれでもう見て、クリックしていけばもう見れると、そういうものになってます。で、あと何しようかな、そこまででいいのか。はい、こういう、ツールがあってですね、でここから先にここでいろいろクリックしていくといろいろ見れるんですけど、アライメントっていうのを見るとその、今の、モチーフを作るのに作ったもともとのアライメントですね。これは自分がさっき検索してたものじゃなくて、このデータベースがそのドメインファミリーを作るときに作ったアライメントを得ることができたりとか、さっき言ってたそのHMM のその確率モデルですね、確率モデルがこの HMM ロゴっていうのをクリックすると出てくると。でこれはその確率モデルに基づいてこの場所だとそのどのアミノ酸がどれぐらい出やすかったかというのがこのシーケンスロゴって形でこういうふうに表示されて、でこういうのも見たことある
方が多いと思うんですけれども、まあ、よりでかい文字で書かれて、これ P ってすごいでかい書かれてますけど、ここはプロリンがすごい出やすかったととか、そういうことがこう、こういうふうに可視化されている形がこういうふうに出ます。あと詳しいことはちょっともう時間もないので、この復習の統合テレビで見てほしいんですけれども、まあ、そういうのをまあ応用したツールとしてこの Do モザイクスっていうのがあって、これだとそのタンパク質のこのファミリーの情報をさっき系統樹を書くツールとかいう話をしてたと思うんですけど、それの系統樹の情報とこの今のモチーフの情報を一緒に出して表示してくれるみたいなツールなんですけど、このツールなんかをインストールするとそれが同時にですね、マルチプルアライメントとそのドメインの構成をまあ一緒にこう表示してくれるみたいなツールになってるんですけど、これちょっと使うのに Java を入れとく必要があるとか、あとこの PFARM を使うために必要なこの HMMER という Hammer っていうツールがあるんですけど、それをあらかじめ入れておかないといけないとかあるんですけれども、これもまあこの統合テレビの通り従ってやると使えますし、別に Mac でも Windows でも使えますから、そういうふうに使っていただければ非常に便利なツールとして使えます。ですけど、まあちょっと、いろいろ試してみる必要はあると思いますけど、動かすことはできます。それがまあ応用として紹介しています。